こんにちは。うっす。暑いっすね。蒙古タンメンいかが、探しましょうか。手伝う。どこ行くんですか。あ、タバコ吸いに。マジでヤニって入れとかねえとみたいなね。あやけど何してたの。買い物して、なんか見つかった、買った。え、あ、本ね。服とかじゃなくてね。何買ったの。読まして。5秒で読むから。あ、じゃあ飯行こうよ。もう腹減っちって俺、うん、え、待って、聞こえない。飯行こうよ。え、あ、じゃあもうさっき仕事終わって、うん、行こうよ行こうよ。あ、俺やん。え、本、まあ、帰ってすぐ読みたいみたいな。本帰ってすぐ読みたいみたいな。本帰ってすぐ読みたいみたいな。まあ、うん、飯食った。じゃあ俺も1本もらっていい。禁煙してんだけど。え、いつから友達知ってる。覚えてない。幼少期まで遡る。生まれる前から。え、生まれる前から知ってんの。それおかんってこと。おかんが知ってたってこと。おかん知ってない。学生ですか。あ、社会人。あ、マジ。何やってんの。デザインやってんの。すげえすげえじゃん。やってるんですか。俺一応ちゃんとヒール履いてコンサルやってます。コンサル、うん、何系のデザインですか。グラフィックです。あ、グラフィック、うーん、あ、じゃあ雑誌とか。雑誌とかもやってんの。ああいうとか。あ、マジで。へえ、でかいとこ。でかいとこ社長が仕事取ってきてみたいな。なるほど。俺もデザインして、俺もデザインして。あ、職場近い。今日仕事？今日仕事してきた。溜まってるみたいな。うん、あ、マジ？納期近いみたいな。あ、マジ？やばいな。明日も。土日もやんねえと終わんねえみたいな。今日もやんないでしょ。休んだら言うと休んだ方がいいと思う。うん、なんかちょっと飯行こう。なんで。え、もうでもちょっと俺も今日女子と喋ってねえし。今日女子と喋ってねえし、おっさんとしか喋ってないみたいな。3日ぐらい女子と喋ってねえからマジで。クソやばくない。うん、やばい。3日も喋ってない。女子とね、おっさんとは喋ったけど。3歳ぐらい老けた気がする。50ぐらいの人ばっか喋ってたから。え、職場はどんな感じ。年齢層若いの。みんな同期の1個上で、上司は84。めっちゃ若いね。それ会社自体新しいの。10年。今日5時まで仕事で、その後ちょっと反省会みたいなして。なんで渋谷に。あ、じゃあセミナーやってたから、うん、渋谷で。いくつですか。その35っす。35？ あ、そうなんですか。あ、今急に敬語になってた。急にあれになったの。飯行こうよ。何食いたい。渋谷よく知ってる。全然知らない。全然知らない。どこ職場。職場とか。うわ、めっちゃ焼肉来た。初代ね。うわ、めっちゃ焼肉来た。うわ、来た。2週間前ぐらいに1本もらったな。初職場、初代で住んでんのは江戸川区。めっちゃ東やん。すごい東。マジで。江戸川区で江戸川があるんでしょ。う、江戸川と川となんかもう一個変わったよね。なんだっけ。荒川。荒川か、うん。江戸川越えるの。江戸川は、うん、ギリ越えない。越えない、ギリ越えない。越えない。え、越えるとやばいの。越えると千葉にもう。あ、そうなんだ。あ、ウケるね。あ、俺、最近
越して、うん、最近ね、うん、経験人数は 何ぐらい？経験人数は、うん、5、うん、その中でめちゃ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 合うやついた？めちゃめちゃ合うやついなかった？めちゃめちゃ合ういなかった？まあ5人だからな。何人ですか？俺はまあ人並みですよ。100人ぐらい。100人って多くないからね。うん、多くない。多くない。男子ってそういうの。俺はあのまあ見て分かる通り真面目だから。俺はど、まあ、ちょっと遊んでた時期もあるけど、仕事とかの方が結構重要なタイプだから、うん、そんなグイそんなアホみたいに遊んでないけど、遊んでる男子はもう えげつねえから。遊んでる男子、いやマジやばいよ。1000、2000とかいるよ。いるよ。俺大学がクソ田舎やったんよ、キャンパスが。で、あ、まあ、SFC ってわかる？ SFC、あの、まあ、クソ田舎だったんや。で、本キャンが、まあ、六本木に近くあるの。うん。うん。本キャンのあっち通ってる連中、クソチャラくて、女子も男子も女子も。うん。ブッブばっかり。うん。そう。あいつらがめちゃくちゃやべえから、話聞いてると、ここ田舎すぎてみんな真面目で、結構企業を考えたりする人が多くて、出世するやつもまあまあいるけど、うん、こっちはもうマジしで文化祭とか聞いたら、文化祭で文化祭終わったら何人連続何人行けるかを毎日引き換えてね、連絡先聞きまくって連続何人行けるかみんな競争するんだって。僕14人行きましたけどみたいな。1日で14人？あ、違う、1日ずつ引き換えて。あ、そう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 、もうついていけない、うん、あいつら、うん、そう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 、うん、まあでもそういうやつは結構マスコミとか派手な業界に広告系とか、うん、行くやつが多いね。なるほどっす。え、でラストやったのいつ？めっちゃ続けて聞ける、めっちゃ続けて聞ける、うん、うん、え、だいぶ遡ってる、大丈夫？だいぶ遡ってる。うん、あ、最近やった？うん、なんか、うん、マジで渋谷の時があって、うん、でなんかベロベロに酔っ払って、うん、友達と別れて、うん、ライブして、うん、ナンパされて、終電なくなって、うん、どうしよう。あ、終電なくなったんだ。うん、タワー落ちてたな。いや、やさぐれてたな。やばいな。めっちゃやさぐれてんじゃん。だいぶやさぐれてるの。うん。来て、うん。あんまり覚えてないけど、それは、うん、6月？うん、あー。え、緊急事態宣言解けてない時、あんま人いない時、4月解けた後、うん、うん、んでんでんで
でまあ夜だしね、夜中だしね。それ楽しくなかった？覚えてない。覚えてない。覚えてないけど、楽しいって感じなかった気がする。あ、そうなの。それもったいないね。せっかくだったらね。え、それはすぐホテル行ったの？そいつんち。もっと、うん。飲み行こうって言ってて。うん。居酒屋入ったんだけど、うん、もうすぐホテル行こうって言って、うん、飲んだ飲んでないかぐらい、うん、出て、うん、ウケんな、めっちゃおもろいな。んで泊まって、うん、朝は、朝は泊まったんでしょ、うん、泊まってないの、あ、泊まったよね、うんうん、普通に帰った。うん、うん、うん、ブロックしちゃった。あ、ブロックしちゃった、うん、あ、でも連絡来たんだ。なんか来たけど、うん、うん、え、ありやったの？なしちゃったの？そもそも、うん、覚えてない。そもそも判断、ろくな判断してねえし。あ、でも連絡してるんだったらあれだよね、うん、まともじゃなかった。どういうやつ？どういうやつ？なんか、うん、確か、うん、山頂で、カレー屋さんで働いてるって言ってたかも。カレー屋さんで働いてる？ちょっとおもろいね。めっちゃおもろいな。かわいいな。カレー屋で働いてるよ。それもなんかかわいいね、うん、あんま普段関わんないってタイプなんだよ。絶対関わんないね。絶対関わんないじゃん。そう面白いそれ。え、若いの？いけてるの？若いの？うん、うん、かっこよくはなかった。かっこよくなかった。よし、行くか。行くか。え？そんなに行きたいんですか？いや、別に行かなくてもいいけど。うち来る？じゃあ。うん。やめちゃう？あ、うち来る？うちなよ。うん。うん。ちょっと興味はある。掃除、ちょっと掃除しなきゃいけないかも。うん。チェックしなきゃいけない。エロ本とかない？エロ本とかないか。どういうことか。あ、はい。
ちょっと待って、うん、へえ、綺麗。